体重も減らないし、体型も変わらん。夜なかなか眠れない。夢ばかり見てしまう。皆さんこんな経験はありませんか？皆さんこんにちは。怠け者の健康美容チャンネルの星田です。いつも高評価コメントありがとうございます。まずはじめに、怠け菌を働かせて、その後に、トマトジュースを毎日飲むと、体に起こる変化、汚染を体操後にお話をしていきますので、まずは皆さんと一緒に体を動かしていきましょう。皆さんにお知らせがあります。この YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有して、お互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして、一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。では今からうつ伏せで寝ながら足振り3分でお腹前の怠け筋を動かして、お腹をへこましていきましょう。1種目30秒の6種目で行っていきます。動きはめちゃくちゃ簡単なんで一緒にやっていきましょう。そして体操が終わった後にダイエットについての詳しいお話をさせてもらいますんで、最後までお見逃しなく。では皆さん、ご準備はよろしいですか？ではいきます。せーの、スタート。はい、ではまず足を曲げて足首を動かします。上下に動かすとふくらはぎが動かせると思います。こうしてふくらはぎを動かすことによって足のむくみ改善、足の冷えなどで改善できますので、どんどん動かしていきましょう。特に座っていることが多い方はこのふくらはぎにむくみがたまりやすいです。なのでどんどん動かしていきましょう。では次、そのまま足を交互に動かしていきます。こうやって寝ながらだと楽にねできるかと思います。普段運動と聞くと、あ、嫌だなと思う方もこれなら楽にできるかと思いますので、こんな感じで気軽にまずは体を動かしてみましょう。そうです、こう寝ながらスマホとかね見ながらで結構です。はい、次は足をクロスさせていただきます。どうですか皆さん、足をクロスできてますか、ね、なかなか普段動かない動きをすることこそが体をですね最初上げていくことになりますので、皆さんどんどんね体を動かしていきましょう。そうです、その調子です、頑張って。体が熱くなってきましたよ。はい、次は足を両方同時に下ろしてすぐに戻していきましょう。できれば足を下ろすときゆっくり下ろして、足がついたらすぐにパッと戻す、これを繰り返していきましょう。あともうちょっとで終わりですよ。3分でいいね、意外と早いですからね、ワンの言うてる間に終わりますので、皆さんもね、気楽にやっていきましょう。では次は、このまま足をね、動かしていきます。膝を曲げたままで結構なんで、交互に足を上に突き上げましょう。こうすると、お尻の筋肉、お腹、しっかりとね、使うことができますので、動かしていきましょう。あともうちょっとです。頑張れ頑張れ。では最後は手をついてもらってお腹を伸ばしていきましょう。ゆっくり戻して、そしてまた腕を伸ばしてお腹を伸ばす。お腹が固まっている方はこうやって伸ばすときに痛いなと思うかと思うので、もし難しい方は肘をついてもらって上を向くだけでも結構です。もうちょっと頑張っていきましょう。頑張れ頑張れ。OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。今怠けていた筋肉がしっかりと動かせたので体も熱くなりましたね。ではそのまま休憩しながらお話を聞いてください。では今からお話しするのは、トマトジュースを毎日飲むと
体に起こる変化5選を今からお伝えしていきます。皆さん、トマトジュースは好きですか？普段あんまり飲まないなっていう方も多いかと思います。ですが、今やスーパーやコンビニなどでも気軽に手に入りますよね。はじめに言っておきますが、トマトジュースを飲むなら 100% のトマトジュースを飲むようにしてください。他の甘くて飲みやすいやつはいろいろ加工されて余計なものが入ってしまっているんで気をつけてくださいね。ではまず1つ目、高いダイエット効果。トマトは低カロリー、低糖質、そしてリコピンという成分がダイエット効果に大きく役立つんです。そしてまたトマトには脂肪を燃焼させる効果も出てくることが分かりましたので、皆さん飲まないと損ですよ。そして2つ目、体内の炎症がゴリゴリに減っていく。これはどういうことかと言いますと、体というのは外敵から身を守るために体の中の免疫が働いて体の中で戦ってくれてるんですね。これが起きると体の中では疲労や夜眠れない不安感などいろいろな症状が出てしまうんですが、このトマトジュースを飲むことでその炎症を抑え、体を健康な状態に持ってってくれることができるんです。そして3つ目、悪玉コレステロールの数値や血圧が改善される。これもトマトの中に入っているリコピンなどの作用によって悪玉コレステロールを撃退してくれるんですね。そして4つ目、先ほども軽く言いましたが、体の疲労をごっそりと取ってくれるんです。体を動かした後って結構スポーツドリンクとか飲まれるかと思うんですが、その運動が終わった後にトマトジュースを飲んだ方がスポーツドリンクより疲労回復度が高かったことが分かったんです。皆さんも疲れている時はトマトジュースを飲みましょう。そして最後の5つ目、睡眠の質が上がります。これは夜眠る時にストレスや不安や考え事があったりすると脳が興奮してしまって眠れなくなってしまうんですね。そんな夜寝る前にトマトジュースを飲むと脳から出るメラトニンというホルモンが出やすくなるんですね。これは皆さんが経験したことのあるうたた寝しそうな感じ、わかりますか？あの状態がメラトニンというホルモンが脳からドバドバと出てるんですね。そうなることでストレス、不安や考え事がなくなり、睡眠の質が向上するというわけなんです。また睡眠の質を上げる方が脳からの痩せホルモンも出やすくなるので最高ですよね。ということで皆さん、トマトジュースを飲むだけでこれだけの効果があるのに飲まないのは損ですよね。なので皆さんもトマトジュースを飲んで一緒に元気になっていきましょう。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければさらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。運動はできてるけど食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル面の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。では皆さん、お待たせしました。体操も頑張ってやってるけどあんまり変化ないなという方は、当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。